ちくしょう、あんなんだよ、あれ。意味わかんねえしょ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃだよ、あんなの。ちくしょう、あんな、すげえパワーだしょ。でもあんな怪物みたいなの倒さないと、俺たちのプロレス作れないんですよ。くそ。そうは。ない、ないなら帰るよ。見ての通りだよ。ああ、何の支障もないよ。強い奴が上に行くんだよ、俺だけで。なんかある、ないよな。なんもない。いつでもやってやるよ。ベルトもらったよ、お前。俺がもらったよ。猪木さんが亡くなって死ぬからな。ですって。怒りです、怒り。しゃあ、まあ、リング上で言った通り、うん、タカ&サトシ、あの二人、おっさんに GSC の大切なベルトを渡しても老けていくだけだ。俺と剣王であのベルトを若返らせてやるよ。若返らせてやる。タカ&サトシ、あ、中島はな、おい、リング上で俳優かって言ったけど、あ、俳優かじゃねえだろ。あんなのな、おい、欧米かだろ。なんだよ、おい、タカ&サトシ、調子こいてな。そして小島、俺がな、 GHC のベルトを引っぺがしたけど、また GHC のベルト持ってんのか。お、一度言ってやるぞ、てめえに GHC のベルトは似合わない。だから俺と中島で GHC タッグ必ず取ってやるからな。おい、いいか、おい、てめえらクソ野郎ども、次の GHC タッグチャンピオンになる剣は俺についてこい。しかも、あ、船木、俺たちの、え、おい、ちょっといいですか、ちょっと終わってからです。それは俺たちの試合でスリーカウントなし、スリーカウントとかなしで、どう、もうスリーカウントなし、もう KO ギブアップだけ、もう完全決着。やります、お願いします。そのベルト一緒に持って帰ります。よろしくお願いします。これが通ったようです。井上さん、たまりませんね。たまりませんね。しかもあのたまらない場面の前に剣王選手と中島選手がポーズをかっこよく決めてるところをね、はい、空気を読まず船木選手が言った、どうしても言いたかったんだって気持ちが伝わってきましたね。ぶっ込んできた形となりましたがね、見逃し厳禁、有明の陣です。久しぶりにたくさん、あのちょっと試合そっちのけで、ね、たくさん桜庭と絡んでしまいましたけど、あのやっぱり今まであのいろんな選手とやりましたけども、ちょっと一味違うなと、あの再確認させられました。のでもう本当にあのこっちの打撃 KO か、もう桜庭のサブミッションギブアップ、もしくはもう落とされるかもしれない、もうそのルールでいいと、スリーカウントとかそういう場外カウントなしで、それでちょっと今回あの勝負したいと思います。一番決め手ってのポイントはどこになると思いますか？そうですね、もう一回だけ福岡で試合がありますので、もうちょっと、だいぶ関節がですね進化していましたので、ちょっともうちょっとだけ調べたいですね。じゃないとなかなか簡単には捕まらないと思いました。そのぐらいこの何年かですか、4年、いやもっと8年ぐらいですかね、かなり、進化してるなと思います。いろんな若い選手と多分やってるんで、そういう意味では自分の知らない入り方とかそういうのもたくさんやってました。その辺はもう一回だけちょっと体で知っておきたいです。それでその上で有明で勝負します。Hayata, might have won tonight, but I got another chance at you tomorrow. Kurikan Hall, Pro Wrestling Noah, and you can watch that on the Wrestling Universe. And
You better be ready, because this time, I'm not tagging out. I'm going to be prepared, and I'm going to take the win. And you can bet that. タイトルマッチもう始まってるからな。ああ有明からじゃないからな、今日からだからな。ああどん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 戦い方を変えて、あいつらを全て任す。俺らが勝つ。そういうことじゃ。ねえ、この間のダメージ引きずっとったみたいやな。まあ今日勝ったぐらいでいい気にはなってんからな。メインはタイトルマッチじゃから、それ勝たなきゃ意味がねえ。まだそして明日シングルマッチで小峠あのカッコつけやろ、今日みたいにぶっ飛ばしてやるわ。先生先生、あくそ大輔、ああ東京帰ってきて一発でこれじゃチャンピオンロードダメだろ。これお前こんなんじゃないっすよ。ああ名古屋でやられた分、今日の吉岡のもきっちりやり返します。明日シングルマッチきっちりやります。どうもありがとうございました。まずは M-Z-R-I なんですよね。やっと、はい、M-Z-R-I さんが復活します。我々3人、3人から始めましょう。そうです、3人から始めましょう。武藤健二、あんなの引退しちゃう。リングサイドでいっぱいチケットって分かんないですけど、せっかく本当にやこんなものが出てるんで、これすごいですね。じゃあ東京ドームのチケット全部売るんだよ、リングサイド一番前。全部入れんだよ、ここに。はい、M ザラインで阻止しましょう。終わりました。じゃあ、阻止します。まあ、明日もこの数なんで。よし、明日、明日、はい、明日も明日の間だ。コミばっかりやがってね、あの、小島の野郎。なあ、コミば、みんなにコミ言ってる、みんなに。あ、それはわかります。わかるでしょ。それはわかります。コツじゃなくて、コミだよな、コミ。よし、It's great to come here tonight. The legendary Corrigan Hall. And for myself, Jack Morris, Yano, and Ogawa to pick up that win. Winning is what it's all about here. And I said after the N1 tournament that I had more.To do here in Pro Wrestling Noah. And hey, I'm picking up wins and we're building that momentum. And I feel like something special is going to happen very soon. Thank you. 今日は先日デビューしたばかりの小澤大志と初めての試合でしたけど、僕も今の現状、自分に納得できてないのが正直なところなんで、しっかりと僕ももっともっと上を目指してやっていきます。ありがとうございました。